わが町和歌山プラス。この番組は海外の方や海外から来て和歌山市にお住まいの方にお話を伺って、和歌山市の魅力を再発見して皆さんにお伝えしていこうという番組です。第6回の出演者はブラジルリオデジャネイロ出身の野田ヒューガさんです。野田さんはアメリカの大学を経て9年前に英会話の教師として来日。その後日本国籍を取得され、現在は和歌山大学国際観光学研究センターの特任助教として活躍されています。ブラジルリオデジャネイロというと、ブラジル南部の世界有数の大都市でリオ五輪が開催された地として有名ですよね。ブラジルと比べたら日本がどっちかというとなんか人々が冷たいんじゃないかなっていうようなことを結構言われたりとかしてたんですけども、実際に来たら日本人意外とハッピーな、ね、温かい方が多くて、でそれが非常に大きい印象でしたですね。和歌山市民ですね、和歌山県民も結構明るくて温かい人が多かったです。ニューヨークの中にある大学でその勉強しながらですね、アルバイトで居酒屋さん、なんか日本人が経営しているニューヨークの中にある居酒屋さんに働いたことあるんですよ。でそのお店の名前はサカグラというお店だったんですけれども、日本酒を外国に紹介しようというテーマでできたお店だったので、うわ日本にこんなにお酒がいっぱい、いろんな日本酒があるやなとかっていうことを紹介してくれたので、まあ、日本に来てからやっぱりあちこちにいて、あ違う地域のお酒は違う味がするということが知れたんですけれども、なんか和歌山にはですね、美味しいお酒を飲めるところへ行ってみたいと思います。野田さんが今回紹介したいというのは日本酒。野田さんも行ってみたいという店があります。寒いんですけどね。そうですね。和歌山市元馬喰町にある酒バー水辺座。空き物件をおしゃれにリノベーションしたお店で、和歌山ならではのお酒と食事が楽しめます。どうもこんにちは、はい、こんにちは、よろしくお願いします。店主の竹内純さんにお聞きしました。今日はこちらで、ね、はい、美味しい日本酒を、ね、いただこうと思って伺ったんですけど、はい、こちらどういうお店なんですか。和歌山県内に造り酒屋さんが10蔵ありまして、その10蔵のお酒30種類を、取り扱ってます。知らなかったんですね。あ、そんなにあるんですね。そうですね、はい。和歌山市でも蔵とかってあったりするんですか。そうですね、この、まあ、水辺座っていう店なんですけど、この水辺に開いた、うん、その水辺の向かい側に酒蔵がありまして、はい、それが世界一等さん、 あと田畑酒造さんという、まあ、JR の和歌山駅の近くのものにあります。あ、じゃあ市内だけでも2つの酒蔵があると。はい、でちょっと寄らせてもらいましょうか。ですよ ね、ぜひ行かせていただきたいです、うん、でもその前に、はい、もちろんこちらで、はい、あ、いいですか、はい、ね、お酒ちょっといただいていきましょう。はい、そうしましょう。竹内さんおすすめのお酒をいただきましたが、あまり飲みすぎないうちに和歌山市内の2つの酒蔵を訪ねてみます。まずは近くの世界一等さんを訪ねました。どうもこんにちは。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お話をお伺いするのは常務の皆方正弘さんです。会社の前には新酒の出来上がりを告げる新しい杉玉が飾られています。日本酒は秋に実ったお米を収穫し、この冬の寒い時期に酒造りを行います。お酒は麹菌の働きによってお米を発酵させてアルコール化させるもので、世界中のお酒の中でも特に複雑かつ繊細な作り方をする平行副発酵という技法が取られています。こちらの世界一等は明治時代創業で、およそ130年前から続く伝統ある酒蔵です。実はですね、皆方という名前ですが、二、うん、代目常楠の、兄には皆方熊楠という人物もございまして、うん、実はこちらは、明治を代表する生物学者になりまして、うんうん、
来年はですね、水方熊草生誕150年という年に当たるわけなんですけれども、水方熊草はですね、大学を中退しまして、その後さまざまな国で、いわゆるその生物学の勉強をしておりました。18カ国語ぐらい喋れたということで、はい、天才じゃないですか。本当に私は今現在4カ国語しか、まあ、4カ国語喋れますけれども大先輩ですよね、水方。すごいですね。いや私も大阪弁、和歌山弁そのぐらい喋れますけど、やっぱりそんな、ね、同じ、まあね、家系の方が作られてるお酒なんですね、うん、はい、そうですね、もしかしたら私も飲めば18カ国語を話せるようになるかなと、はい、熊楠の探求心を受け継ぐ酒蔵ではこだわりの酒造りに挑戦しています。チュース乾杯、はい、どうぞ。香りだけでやられそうです。これ参りました。とっても美味しいですね。美味しいですね。フルーティーな感じなのに、はい、すっきりとしたかなりの辛口ですか、はい、そうですね、ね、はい、あの日本酒の方は、よく甘い辛い、あと濃淡と呼ばれまして、ちょうど今飲んでいただいた、超辛口の水方を絞り立てというのは、実は、日本酒度と呼ばれているこちら、プラスの数字が大きければ大きいほど辛いわけなんですけれども、この15よりも上の16度です、うん、そうなんですか、はい、そうですか。で、酸度も高いものですので、グラフとしてはだいたいこの辺りに位置する形ですので、非常に日本酒の中でも辛いお酒でございます、うん、あ、これはもうブラジル人とては最高ですよ、ね、うん、ありがとうございます。モイントも素晴らしいお酒ですね。続いてのお酒の味は、あ、先ほどと違って甘いですね、はい、とてもフルーティーで、なんか彼女と一緒に飲みたい美味しいですね、うんうん、なんか香りもすごく華やかな、そうですね、はい、うん、今飲んでいただいてます大吟醸のお酒が、うちのこの水方ブランドの中で最上級のものになりまして、うん、こちらのグラフで言いますと、だいたいこちらのあたりですね、うん、やや淡麗の甘口の、タイプで非常に、うん、はい、米の旨味も最大限に発揮しております。ちょうど今年のですね、全国の新酒鑑評会というお酒の技術者が集まるコンテストでも、金賞を受賞したお酒でございます。そうなんですか、はい、わあ、すごく華やかな感じのするお酒です ね、 はい、これからも新しい味への挑戦を続けてほしいですね。続いてやってきたのは和歌山市紀広町の田畑酒造。こちらは江戸時代からおよそ160年続く歴史の長い酒蔵です。蔵元の長谷川佳代さんと当時の山本博信さんにお話をお聞きしました。こちらの蔵でも12月は仕込みの作業で早朝から大忙しです。日本酒は収穫した酒米から余分なところを削り取る精米という作業を経て白米にし、その後米を洗って水に浸します。お米を蒸した後麹菌を振りかけて繁殖させ、酒母というお酒の元になるものを作ります。その後3段階に分けて仕込みをする段仕込みを行い、もろみと呼ばれる状態でじっくりと発酵させます。今回はもろみの状態のものを特別に試飲させていただきました。まず試飲したのは発酵が進行中のもろみです。あ、でも結構アルコールふわっと口の中に広がりますよ。そうですね、うん、日数的にまあアルコール 10% 近くまでは来ているかと思うんで、ちょうど今よく出ているそのスパークリングと同じような感じ、うん、炭酸ガスも含んでますし、うんうん、で甘さ的にもそれに近い甘さだと思いますので、はい、結構ね、女性に好まれると思います今この段階でも。続いてはこの日の翌日余分なところを絞って日本酒にするもろみを特別に試飲させていただきました。じゃあゆきさんレイズファーストでまたじゃあありがとうございます。まず召し上がってください、はい、あのやっぱりさっきの方がすごく発酵が進んでる感じだったので、うわっとこう鼻にくる感じがありましたけど、こう穏やかな香りもね、はい、はい、そうですね、美味しそう、うん、
ですか。あ、やっぱりさっきよりはずっとね、あの日本酒にほぼ近くなってきて、あの辛さも進んで、そうですね、旨味がしっかりと、これはまた美味しい、いいですかね、うん、これ私もじゃあ早速いただきますね、うん、あ、確かに日本酒にもう本当に近い味で、うん、ね、香ばしい味ですね、美味しい、うん、日本酒は日本酒で、これはこれでなんかこうどっちも飲みたい感じですね。いや、うん、これは私のブラジル人の友達にみんな紹介したいですよ、日本酒本当にうまいですからと、もう飲みに来てください、ね、和歌山までと。美味しいお酒になってほしいですね。先ほどね、あのもろみのとこ見せていただきましたけれども、 そうですね、それを絞って出来上がったお酒たちがこちらに並んでいるわけなんですけども ね、 そうですね、うん、美しく、ね、並んでますね、うん、で、社長がお持ちのこちらは、これはうちで一番のお酒でございまして、うん、モンドセレクション28年連続最高金賞、世界で初めての28年連続ずっと取ってるお酒です。うわ、非常に柔らかな、とっても飲みやすい、しかも味がなんかちゃんときますね。そうですね、なんか飲みやすくて味が強いお酒、はい、あの芳醇なあの香りっていうか、あのしっかりしてますね。そうですね、なんか言葉が出ないぐらい美味しいですね。 ありがとうございます。ね、そうですね、そう言っていただけるのは大変光栄です、本当に光栄です。この素晴らしいお酒作ってくれてるのが、本当に作り方から、ね、出来上がってるところまで 見れて、本当になんか、うん、楽しいというか、もうすごく良かったと思います。ありがとうございます。おかげさまで、もう本当に非常に勉強になりました。これからも和歌山市ならではのお酒を作り続けてほしいと思いました。いろんな酒蔵も回りましたけど、いかがでした？和歌山市のそのアイデンティティをね、教えてくれるお酒が、あの味わうことができて本当に良かったし、さらにその一生懸命作ってる方々のね、心構え見れて、あ、やっぱり和歌山市民は頑張ってて、自分の作品を美味しくしようとしているところは非常に良かったです。和歌山の美味しいお酒通して、この素晴らしい街も紹介できたらなと思います、うん、はい、そう言っていただけて私も嬉しくなりました。はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。我が町和歌山プラス第6回の今日は、ブラジルリオデジャネイロから来た野田日向さんに和歌山市の魅力を再発見してもらいました。いかがでしたか？野田さんを番組サポーターに認定します。番組公式 Facebook でも番組サポーターとともに様々な和歌山市の魅力を発信しています。キャッスルシティ和歌山プラスで検索してください。また YouTube 和歌山市公式チャンネルにも番組を様々な言語で翻訳した映像を配信していますので、ぜひご覧ください。今後の番組もお楽しみに。